ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X650i 2017年式2500キロ、こちらの車両になります。なんかちょっと久しぶりのこうしっかりいじった車じゃないですか。そうですね、はい。あんまりなかったですよね、ここのところ。今までないです。まあ、でも X6 もそんなにいじってる車っていうのも少ないんじゃないかなと思いますね。確かに、はい。まあ、言ってもこうもうモデルチェンジしちゃって、はい、X7 も出ちゃいましたけど、はい、先代この方では一応フラッグシップのモデルですから、はい、そうですね。それをさらに今回結構しっかり一周いじってある車なんで、うんうん、ちょっとそのカスタムの内容を今回ちょっと、まあ、カスタムもね含めてです、はい。まあ、車も今価格帯結構そのノーマルによっては結構お買い求め安くなっているので、なるほどなるほど、それをチョイスしてこういうドレスアップをするっていうのも一つの買い方の一つじゃないかなと思いますので、じゃあちょっとその辺を今回重点的にお伝えしたいと思います。はい。でまず早速カスタマイズの部分なんですけど、はい、とにかく真っ黒になってますね。真っ黒ですね、はい。もうグリルも、はい、エンブレムも、エンブレムも全部真っ黒という、はい。まあ、定番ないじり方とかですか。確かに確かに、はい、ちょっと教科書通りというか、はいはい、もう王道のいじり方ですよ ね、 そうですね。しっかりこの辺もで今回ポイントなのはこのカスタマイズの内容がうちの大阪店そうですね、はい、の方で、はい。まあ、言ってみれば全部自社でカスタマイズした内容なん で、はい、そうですね、もう自信を持ってお勧めできるクオリティになってると、はい。そしてあとはリップがこちらが 3D デザインですかね、はい。BMW で言えばね、もう 3D といえば BMW と日本発信のチューナーですからね、はい。最近だと結構海外のショーなんかにも出展されてたりとか、うん、海外から の、 この需要なんかも多いみたいですよ、はい。多いですね。あとはまあ車高低い車ではないんであれなんですけど、はい、下回りもほぼノーダメージですね、はい。ただちょっとこれあれですかね、車止めとかは前から気をつけた方がいい感じですよね。そうですね、やっぱこの、ね、手のカーボン調っていうかカーボンのやつって修正がねやっぱなかなか、はい、あれですからね。まあ、ちょっと今回車高も下げてあるんで、はい。まあ、ちょっと少しだけ気を使っていただいた方がいいかなっていう、うん、そんな感じになっております。であとはもう早速横行っちゃいましょうか。横行っちゃいましょうか、はい。横も真っ黒ですね、はい。で一番目を引くのがこのホイール、はいはい、やってまいりました BC4 自動、はい、BC4 ですね。これデザイン名が RZ20 かな、はい。ちょっとこのフィンのタイプって結構 X6 しっくりきません、うん、しますね。BC でフィンって結構珍しくないですか。割 と、 ちょっとあの選ばれる方少ないかもしれないです ね、 いですよね、はい。ただこう BM ってこうアルピナしかり、はい、あとハーマンでしたっけ、うん、しかりこうちょっとフィンのホイール入ってるケース多いじゃないですか、ね、うん。ただやっぱりちょっと似合いますよね。似合いますね、はい。で今回こうセンターキャップも純正キャップ仕様になってるということで、はい、と純正って言われてもね分かんない感じ、ね、確かに、はい。ただちょっとサイズと根茎具合がそうですね、純正じゃない感じでちょっとえぐいことになってますけど、はい。で組み合わせてるタイヤがフロントが295でしたっけ、はい、295ですよ、うん、フロントでね、うん、恐ろしいサイズになっております、はい。でその奥に見えるのが純正キャリパーのキャリパーピントですかね、はい。赤くなってると、うん、赤ちょっと珍しい感じですね。そうですね、でも黒に赤であれじゃないですか、まあ、定番ないじり方の色の使い方じゃないですかね。だと今回ローダウンも結構されてるってことで、うん、はい、壁ですね、はい、3本入るかなっていうぐらいのところですかね、はい。これの乗り心地は後ほど、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい。やっぱり下げても、乗り心地悪かったら台無しじゃないですか、はい。だそこ今回そのカーベの中でも一番上の、はい、バージョン3、はい、伸び縮みで調整できるやつなんで、うん、ちょっとその辺も乗ってみたいと思います。で今回これホイールの出面も、はい、こう僕らから言うとちょっと引っ込み思案な、うん、そうですね、あのディーラーでも怒られなそうな、はい。まあ、ちょっと車外自体が NG っていうディーラーもあるんで全部が全部とは言わないですけど、そうですね、もう絶対これあのはみ出し的にも大丈夫だろうなっていうレベルのデザインになっております、はい。だこの辺も気にされる方は結構そうですね、もともと結構幅ありますからね。幅ありますからね、まあ、でもちょっとこうハの字は切ってますよね。そうですね、うん、少し。ただこれもアライメントあのカスタマイズした時に取られてるということで、うん、ローダウンしてそのまんまっていう車ではないみたいな、うんうん。まあ、もちろんその走れば多少狂うんで、そうですね、はい、だから今の時点でバッチリやってるかというとちょっと怪しいですけど、まあ、多分アライメント取ったのはちょっと前だと思うので、もしねこれご購入方はちょっとプラスしていただいてアライメントでもよろしいですか。でも結構ローダウンしてもアライメント全く取らないなんていうケースもあるんで、そうですね、はい。まあ、一応これは組み付け時には取ってあるみたいです、はい。あとは横なんかもしっかり全部、はい、
ちょっとあれですかね、黒くしちゃうというよりかは、うん、キャンディーっぽく、ね、ブラッククロームっぽく、はい、そうですね、ちょっとうっすら分かるような感じですよね。ベースのこのメッキが少し透ける感じで塗ってあるという、うんうん、こういう感じの黒の使い方いいですよね。だから真っ黒にしちゃうとやっぱりどうしてもちょっとどきつくなっちゃうので、ベタっとした感じで、そうですよね、いかにも塗りましたっていう、うんうん、まあ、その辺はあのさじ加減は好みなんでしょうけど、はい、今回はこんな感じで仕上げた。であとはしっかり横も出てますね。はい、カップですね、はい、これねちょっと降りるとき大変ですね、気をつけないと。確かに、はい、足引っ掛けちゃうんで。もともと結構あのステップ幅あるじゃないですか、はいはい、でそれにさらに合わせてどのぐらいでしょう、結構3センチぐらい出てます ね、 そうです ね、 でね、お子さんとかね、女性の方のヒールとかだとね、結構ね、ちょっとできれば早めにプロテクションとか貼った方がいいかもしれないですね。こんな感じのがついております。でミラーもこれ純正ですかね。純正じゃないですかね、うん、純正も高いんですよね。ん、純正はそんな高くないじゃないですか。いや高いですよ、小島さんバグってますよ感覚が。だってこの部分だけで万円とかするんですよ。まあまあね、はい、うん、カバーですよ。カバーですね、はい、ミニの時もびっくりしましたもん、はい、であれって結局純正ドライだからなんですね。そうですね、はい、だその辺もしっかり、まあ、この辺ついてると嬉しいんじゃないでしょうか、はい、まあ、あとはとにかくもう全部今回ベース M スポーツですよね。 M スポーツですね、なんでもう窓枠だったりも全部、はい、とにかく真っ黒になってると、うん、余計なメッキほぼないですね。じゃあないですね、もうないですですよね、はい、こんな感じになっております。あとはもうなんといってもこの横からのスタイリングですよ、うん、だからね、先ほど先代っていうお話ありましたけど、もう最近グレードもモデルもいっぱい出すぎて古い新しいってもう全く分かんなくないですか。確かにそのモデルによってですけど、うん、だから、まあ、特にこの X6 ってなんかこう古さ感じなくないですか、うん、そうですね、感じないですね、まあ、強いて僕言えば、うん、あのフロントの丸いフォグだけはちょっとその世代を感じるなっていうところけど、うん、なんか全体的なシルエットとか、はいはい、あとこうライト周りってこう、はいはい、一番出ますから、ね、出るじゃないですか、はいはい、出なくないですか X6 だと、ね、まあ、マスコの丸いところはねちょっと愛嬌です、愛嬌マスコ、ね、はい、あとは何といってもこのシルエットですよ、はい、このクーペスタイルの SUV の走りじゃないですか、うんうん、そうですね、このロングホイールベースでショートオーバーハングで、はい、ここから流行ったといっても過言ではないですね、うん、この1個前の、はいはい、こんな感じになってると。だと後ろのホイールがまた、うん、これすごくないですか、うん、すごいね、すり鉢じゃないですか。すり鉢だって斜め45度ぐらいだったら もはやセンターキャップが見えないですよ。見えないですね、はい、だってサイズがだって335ですか、はい、もうスーパーカーのリアじゃないですか。そうですね。とてつもないサイズ、うん、そしてこれもちょっとこう引っ込み思案、はい、後ろはでも結構出てますかね。出てる、ただバチンとこうはみ出す感じではないんで、そう、うん、はみ出さないところのギリギリのラインじゃないのか、下のところの合わせたところと。おそらくこれ30度50度測っても全然余裕で収まってる感じだと思います、うん、そして後ろもしっかり、まあ、片押しですけど赤く塗ってあったりとか、うん、であと足回りがさっき確認したフロントバージョン3で、うん、まあ、リアもバージョン3なんですけど、うん、純正がリアがエアサスなんですね。そうですね、はい、ショックだけ交換して、はい、うん、ショックでその減衰が調整できるような、うん、そんな仕様になってる。なんか車のその機能は殺さず動いてるみたいです、はい、でもねここちょっとね嬉しいところ、あ、そうなんですよね、ドアエッジのところもね、こういうところこれ多分カメラじゃ全く映らないと思うんですけどドアのその端っこにプロテクションフィルムが貼ってあると、はい、だ結構開けた時にこう、はい、ね、当たっちゃったりするじゃないですか、うん、その辺なんかもガードしてある、はい、これ意外に安いのでいいと思いますね。確かに、はい、今乗られている車に成功したいなんて言った時もすぐできますし、ね、うん、全然できますからね、はい、まあ、この辺もおすすめのカスタマイズがしてあります、はい、だと後ろ行きましょうか。後ろもまたこれ例に漏れず真っ黒、はい、真っ黒ですね。これすごいですね、迫力満点じゃないですかこれもうエンブレム も同じブラッククロームっぽくちょっとキャンディーで塗ってあって、はい、テールも結構黒いっすね。結構ですね、はい、あれこれ純正っていう感じじゃなくって、もうこれ絶対塗ったでしょあなたっていう。そうね。そのぐらいの濃さで黒くなってるという。ちょっと微妙だね、これ純正かなどっちかななんてね。たまにそういうさじ加減あるじゃないですか。ありますけどね。これはもう 100% 塗ってるなっていう、そうですね、はい、そのぐらいの色になってる。あとカーボンパーツ、これ純正ですよね、はい、トランクスポイラーがついてて、であとは下のディフューザーの部分ですかね、はい、これも 3D のタイプが、はい、これも形うまいっすね、うん、3D さんのエアロはやっぱり、うん、やっぱりうまいですよね。 BM とやっぱりしっくりきてる部分あります、すごい。確かに、うん、これいろんなメーカー作ってるんじゃなくて基本的には BMW 専門のメーカーなんで、うんうん、まあ、ミニなんかもやってますけど、うん、形がちょっとうまいなっていう。あと今回はこのマフラーも、うん、スーパースプリント、はい、でこれはこう自信を持って紹介しちゃうという、
なぜなら E マークがついてるからです。いやでも E マークついてても分かんない時あるじゃないですか。もちろんです、もちろんです、もちろんです、はい、その E マークっていうのをちょっと解説すると、その今車検は音量の基準の他にちゃんと作ってるかどうかの基準もあるんですよね、うんうん、だそのちゃんと作ってるかどうかを何で見てるかっていうと、そのマーク、 E マークですね、純正のマークか、はい、その E マークか、はい、もしくは日本のやつだと JQR っていう、うんうん、まあ、その第三者機関で音量ちゃんと測定しましたよっていうマークがないと車検通らないと、うん、だら両方揃ってないとダメなんですよね。ダメですね、はい、だ音量だけ OK でもダメだし、はい、でマークだけついてても音量を超えちゃうとダメなんで、はいはい、あの基本的には E マークついてれば全部車検通りますよってわけじゃないんですけど、はい、もちろんその E マークを取得するときに音量の検査もしてるんで、はい、まあ、通る可能性が高いと。高いです。まあ、経年劣化なんかもあるん で、 そうです、ね、まあ、保証するものではないんですけど、はい、まあ、しっかり安心して使っていただける、そんなマフラーがついてます。でこれバルブ物を、ね、はい、安心できる、車検別にして物をちゃんとしっかり作ってますよっていう安心度は 100% ですね。それ確かに、はい、でこれマフラーバルブとかはついてないんですよね。ついてないです、はい、まあ、そのまんまのタイプ で、はい、でしっかりこうスーパースプリントのロゴが、うん、もうちょっとこの見えにくいですけど上のところに刻印が入ってる、はい、で今回スーパースプリントって、ね、結構なんかちょっとおとなしめっていうかイメージありますけど、結構いい音になってますよ、ね、あ本当ですか、はい、僕結構スーパースプリントって激しめのイメージなんですけど。あそうなんですか。ミニだと結構いい音してるんで、まあ、ちょっと個人差ということで。そうですね、はい、まあ、ちょっと車種にもよるかもしれない。そうですね、はい、ちょっとこれも乗ってみたいと思います、はい、まあ、どうしましょう。あと僕1点だけ正直ポイントをお伝えしていいですか。いいですか、はい、ちょっとこの多分メッキをそのまま塗ったからではないでしょうか、はい、ここだけちょっと、そうですね、塗装が、はい、どうしてもメッキって足付けできないんで、うんうん、こうなんか当てた時とか当たっちゃった時とか、うんうん、こうクリアがパキッって剥がれやすい。だここはちょっとこう手直ししたいなって思っちゃいました。そうですね、はい、要相談ということで。そうですね、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、やってしまいましたね小田さん。やっちゃった。わかりますやっちゃった。もういろんなの開けてるとこれエンブレム押すやつなのか握るやつなのか、たまにちょっとあのネタをね提供しないと、はい、僕に至ったらだってこの間 C63 のクーペでここ探しましたからね。カメラマンに何やってんですか土屋さんって、あれないんだっけって、はい、まあ、色々あるとバグってくる、はい、そして今回ちょっと、はい、バッグを入れてみましょうか。よいしょ。もうトランク広いんで今回はちょっともちろんクラブとかもなしでいきます。余裕ですよね、はい、こんな感じで、はい、だったら開口部、まあ、ここはちょっと傾斜してますけど開口部広いですし、うんうん、まあ、あとはシートがしっかり取れますから、こんな感じでしょうか。割とフラットになりますよね。そうですね、まあ、よく言えばもうちょっとこう、はい、下がってくれるともっと平らかなっていう感じしますけど、はい、もうそれにしても十分な容量じゃないでしょうか、はい、であと僕 X6 でいつもいいなと思うのはこの下シュー、これですよ、これ、はい、この気遣いですよ。ダンパー付き、はい、このさすがフラッグシップという、うん、こんなのがついてる。そして今回あのカーベついてますから調整用のちっちゃいあのダイヤルとかフックとか、うん、あとその辺のパーツですかね、うん、もう一緒に全部揃ってます。このダンパーもねニュー新しいモデルにも引き継がれましたから。あそうなんですか。そうです、はい、なるほど。あるとやっぱりいいですよね。いいと思います、はい、これだけやっぱ広大きいじゃないですか。確かに確かに、うん、それは非常にいいと思います。こんな感じになっております。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、でまずその内装の前にキーが、はい、僕最近まで知らなかったんですけど、はい、M スポーツだとそれキーが専用のなんですね。そうですね、専用というか、まあ、ここはね、まあ、言ってもそこだけちょっと色が入るっていう。でももちろんちょっと細かいところテンション上がりますね、まあ、確かにおしゃれですね、はい、そういう演出大事です、はい、そして、まあ、当然のコンフォートアクセスもついてて、はい、であれなんですよね、ソフトクローズもついてると、はい、さすが高級車ですね。だからもう7シリーズをこう車高が上がってクーペスタイルに、ちょっとそれ言い過ぎですか。ちょっと言い過ぎですけど、でも普通に今紹介しますけど5リッターってすごい珍しいんですよ。あそうなんですか。珍しいですよ。あそうなんですか、はい、これなんて言ったんですか、ね、3.5 とかはまあベーシックにいっぱいありますけど、その上ってやっぱり M6 になったりするじゃないですか。その中間って中古車としてはすごい、ね、価格帯的にも狙い目ですし、装備的にもやっぱりすごいおすすめなんですよ。あそうなんですね、はいはい、ゴーマの間ともう装備がほぼ全てというか、ついてますから、ね、必要なものが全部ついてる。全体的な市場だったら多分1割ぐらいしかないんじゃないかな。あそうなんですか、うん、それぐらいだと思いますよ。激レアですね。激レアなんですよ。そして内装はもうこの真っ赤っかの、うん、真っ赤っかって言ってもちょっとこう発色のいい感じじゃなくて落ち着いた感じの、ね、
これダコタレザーですか。はい、ダコタレザーってなんかこう小物とかバッグでおなじみですけど、うん、BM だとこう贅沢にも全部ないです。そうですね、はい、でこのちょっとこの厚みのある、うん、ちょっとしぼしぼが大きめの、うん、いいですよね。で結構なんか僕の勝手な意見かもしれないですけど、BM のこのダコタレザーって使っていくと結構味出ません？うん、そうですか。はい、うん、なんかこのシワのないレザーとかって結構破れちゃったりとか、そうですね、ちょっとこう使用感っていう感じになっちゃうんですけど、ダコタレザーってなんかこうだからちょっと古い BM とかってこうなんか味が出た、なんかこうブーツとかお財布じゃないけど、そういうなんかいいこう劣化の仕方してる、劣化ですね、味が出てくる感じの、そんなイメージですよね。確かにそれあるかもしれないですね。ちょっとドアから見ていきましょうか。ドアは贅沢にそのレザーがここに使われてて、下なんかはこれはビニールですね、はい、でウッドのパネルがおしゃれです。そしてこの上のところもこうステッチ入ってるのいいですよね、いいですね、高級感ありますよね、そしてハーマンカードンが、ハーマンカードンもやっぱりあれですよ、はい、3号とかと比べちゃうと全然質感違う、もうドアから違うんですね、質感が違う、まあ、こっちの下はねここは多分同じなのであれですけど、こういったところの使い方とか全然違うので、なるほど、うん、そしてステアリングはこのツルツルの、はい、M スポーツのステアリングがついてると、はい、でダッシュボードなんかもしっかりステッチが入ってて、でしっかり高級感がありますよ ね、 あ、 すね。あとそのフロアマットもちょっと見てもらえますけど、 M パフォーマンスのオプションですか。はい、しっかりついてると、あのアクセルとあのパンあのブレーキのところもそうですよ。ペダルもカバーもしっかりついてる、はい、この間なんだっけな、 X2 ですかね、はい、名古屋の、はい、X2 も新車結構いい値段する、はいはい、700万円ぐらいですか、はいはい、普通の黒いゴムのペダルそうですね、ペダルって結構重要じゃないですか。ペダルってねやっぱりその見えないですかね、今まで変えてない人っていうのはあまり気になされないんですけど、変わってるのに乗ってる方って実際はゴムに変わっちゃうとやっぱ全然違うみたいですですよね、はい、問題なくなっちゃうみたいですね。じゃあちょっと早速乗ってみたいと思います、はい、でしょうか。やっぱりこう何回乗っても床が高いです。高いね、足元やっぱりさっきのちょっと気をつけないと。そうですね、そしてここの幅が、もう純正の幅がこれで、それにプラスしてさらにこうエアロの幅があるんで、これちょっとなんかやっぱり張りたいですね、プロテクション的なのを。そして乗り込むともうゆったりです。安定の、はい、安定でございます。で内装はこんな感じ、ステアリングやっぱりいいですね、でパドルもしっかりついてて、でメーターはこんな感じでちょうど X6 でいうと後期型のメーターですね、はい、表示はこんな感じで液晶なんですよね、アナログ表示ですけど、はい、液晶のメーターになっていると、でしっかりヘッドアップディスプレイもついていると。多分この辺の装備はもうフルでついている感じですね。そうですね、なるほど。そしてステアリングも当然の全て電動でございます。そしてこの辺ナビ周りはもうこの辺もおなじみのっていう感じですかね。大丈夫ですか。大丈夫です。こんな感じでちょっとエアコンを、はい、はい、あ、ちゃんとタッチも使えると。はい、使います、はい、まあ、この辺はおなじみなんで掘り下げません、はいはい、こんな感じになっております。そしてディスクがしっかり入るの、はい、これもちょっと嬉しいポイントじゃないでしょうか。最近みんな入んないですからね。そうですね。そして BM、 僕このショートカットがやっぱり、はいはいはい、ありがたいなっていう、これ毎回言ってますけど、はいはい、こんな感じになってます。そしてシートヒーターがついてると、はい、でベンチレーションはないんですよね。ないですね。こんな感じです。あとここね、安全装備、はい、ついてます。レーンキープもついてて、はい、でブラインドもついてて、はい、であとね ACC もついてます。はい、 ACC もついてる、うん、でカメラは一応今運転席が開いちゃってますけど、こんな感じで360度サラウンドビューってついてるんで、はい、でさらに PDC もついてると、こんな感じですね。で結構 X6 でかいって言われますけど、この辺のサポート系フルでついてるんで、まあ、運転のしやすさはそんなに損なわれてないんじゃないかなと。であとここが、はい、ドリンクホルダーと、はい、だらない代わりに小物入れですかね、シガーソケットで、グローブボックスが普通になってると、はい、前方とんでもない開き方しましたよね。確か上下にパカッと組んじゃうんですよ。あ、この前のね、はい、こういう感じそんな感じになっております。
そしてシフト周りこんな感じになってて、先ほどのカメラとかモード切り替えとかこんな感じです。そしてこの両方に開くセンターコンソールの中は AUX と USB が1系統ずつで、この下にシグマが1個ついてるんですかね、ついてますね。こんな感じになっております。でシートが結構こう調整できちゃう、うん、はい、この前後リクライニングの基本機能は当然この下も調整できますし、あとはヘッドレストの高さなんかも全部電動という。そしてこのナンバーサポートかな、この辺なんかもしっかりできると。これ助手席もこれですもんね。です、はい、です。そしてやっぱりこれあのシートコンディションもやっぱりよく見てもらいたいんですよ。じゃあ降りましょう僕、はい、これ距離2万キロですけど、どうですか、すごい。いやいやいや、いいっすよいいっすよいいっすよ。よく結構この脇とか、はい、こう使用感というか、はいはいはい、ちょっとまあ乗ってるなって感じ出ますけど、うん、あんまりない。もう本当に背もたれとか座面に関してはまだパリッとしております。で続いて後ろ見てみましょうか。もうこのサイズですから後ろも X6 クーペスタイルでも快適というか結構広々なんですよね。十分でございます。小島店長いかがですか。十分ですね。身長168センチ、全然もう2つ以上足元ありますし。そうなんですよね、前後が結構スペースありますよね。でやはり皆さんここ乗り降りってまた、はいね、どうしてもここはありますけど、ここは、まあ、入っちゃえば、うん、全然入ってしまえば、はい、そして 50i になるとブラインドが、ローラーブラインドがついてると、はい、そうですね、ここは手動になりますけどね。高級車じゃないですか、まあ、高級車なんですけど高級車じゃ新車いくらか知ってますか。知ってます、1000万円オーバーでございます、はい、そうですね、1000万円の半分もオーバーしてるんじゃないかな。なんかちょっとこうでも、うん、あの車的にこうスポーツというかオフロードな車なのかなっていう雰囲気もなきにしもあらずじゃないですか、うん、オフロード、オフロードっていうか何ていうんですか、いわゆる SUV、はいはい、それが結構こう高級 SUV っていう、高級 SUV です本当に、はい、すごくコンフォートな感じ、はい、で一応リアシートヒーターですね、ここについてます。もうしっかりついてる、はい、部屋のシートもすごくパリッとしてますね、うん、で脇にちょっと小物入れ的なのも、はい、あったりとか、一応、はい、シートのリクライニングとはしないです、このままですね、固定ですね、うん、固定。なるほど。で後ろがやっぱりちょっとこう狭いというか視界というか、うん、視界がね、はい、ちょっとあれですね、ちょっとやっぱり傾斜してる分、はい、まあ、ここはスタイル優先なんで致し方ないかなと、はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。ボンネットも結構距離乗るとこう出ますけど、これピカピカっすね、やっぱり、うん、そうですね、状態は非常によろしいんじゃないかなと思いますね。で乗っかってるエンジンがもう BM 定番といっても過言でない V8 4.4リッターのターボ、はい、で馬力が450馬力、はい、トルクが 66.3 キロかな、はい、もうグイグイ、これはね本当にやっぱり今回も毎回になっちゃいますけど乗っていただきたいシリーズです、ね、はい、今カメラに映ってなかったですけど、はい、もう過去にないぐらいの小島さんの自信満々の顔が今、はい、そう見えました、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。でもやっぱりちょっと足回りはちょっと癖あるかもしれないですね、カーベ。あ、なるほど、うん、ただそこは調整の幅なんで、うん、そうですね、細かく調整できますからね、まあまあまあ、はい、僕これをカスタマイズした時の、そのカスタムの一覧になってるやつ見たじゃないですか、うんうん、もう全部あの設定値も書いてありました、うん、15段戻しとか5段戻しとか、はい、結構細かくやったんだなって、細かくやってますね、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、今回は車何台も紹介している車種なので、テント周りを省きましてマフラーの音だけ聞いてみたいと思います。お願いします。金が語りかけます。高い、高すぎる。輸入車買取はボンドカーズ、輸入車買取はボンドカーズ。めっちゃいい音しませんでした、そういえばマフラー。あれいい音しますね。ちょっとワクワクが、ワクワクさん、うん、します。知らない機能とかもいっぱいついてるんですよね、これ。あ、そうなんですか。あの、まあ、シートベルトも巻き上げてくれるのもそうですけど、あの
ぶつかっちゃった時にその窓閉めるやつとかもう全部ついてるっていう。 BM そのセキュリティのやつですよね。セキュリティっていうか安全装備。安全装備ね、はい、あれ本当に急ブレーキしたらエンジン止まるのって知ってます？え、そうなんですか？そうですよ。でハザードがたたくんですよ。あ、それ ABS 作動した時に明るく光るんでしたっけ？点滅するんですか？もう本当にもう事故寸前というなら急ブレーキカーってかけてぶつかりすんなったら、はい、あのハザードでエンジン止まるんですよ。あ、そうなんですか。はあ、で、あの一回、はあ、僕そういうのあったんですよ、事故に。そんで、え、マジですか？思いっきり車が横から出てきて、で僕急ブレーキして、はあ、したらハザード焚いてブレーエンジンが止まったんですよ。文句言う前にそっちでびっくりしちゃって。もう一回。あれ車止まっちゃったと思って。セキュリティモード。そしたらそういう機能だったんですか？そう、そういう機能で。ていうか今段差降りたじゃないですか、はい、めっちゃスポーティーな足回りです、はい、今日は高速道路で。あ、高速道路ですか、はい、行きますか。 OK です、はい、もうちょっと事前情報では足が結構硬いよって言われてるんで、うん、走るセッティングになってたんです。走るセッティングですね、はい、結構カーブでもセッティング自体でもすげえしっとりとかできますからね、うん。X6 のこの形は高速初めてですか？名古屋店で M 乗ってるか、ね、そうですね、 M で高速乗ってます。でも、なんでしょう、いいですね、お夏ですね。あと思ったんですけど、僕この間メルセデス C、その63のクーペ乗って思ったんですけど、あのメルセデスって温度出ないじゃないですか、ナビ側に。そう、だそれめんどくさいなと思っちゃったんですよ。BM って必ず温度すぐ出るじゃないですか、うんうん、で別にその温度が出ないからどうだってわけじゃないですけど、うん、なんかこう自分の決まった温度にしたくありません？24だったら24度とか22度とか、それがこの中にない、あの出さないと見れないなっていう。実車コントロールですか？いや、なんかないはずなんだけど、あると動くじゃない、はい、ない。あ、そこだけなのかっていうのはちょっと思いました、うん、だ結構乗ってで、後で気がつく機能とかありますよね、うん、あと、あ、これこっちの方が便利だったなみたいな、うん、わ、結構硬いですね。硬いでしょ。これはちょっと柔らかくしましょう、うん、それか高速乗ってドンピシャで合う感じじゃないですか、これ、うん、うわ、本当に硬いです。硬いでしょ。硬いです。硬いんだよ。いや、全然僕乗れますよ、うん、全然乗れるっすけど、普通の人が乗ったら結構硬いね。あ、変わってるねって感じしますね、うん、M スポーツだねって感じ。もともと BM ってちょっと硬いじゃないですか、 M スポーツも。まあまあそうですね、うん、車高も少し下がってて、うん、足も専用の足前ちょっと硬めですから、ね、これで、はい、とりあえずノーマルしますか？いや、もう最初からスポーツ、ダイナミック設定スポーツで、はい、大丈夫、はい、スポーツプラスにすると横滑りが効かなくなる、はい、効かなくなる、はい、メーターもちょっと赤くなっていいですね、うん、でも、さっきもね、どうしてもその仙台とか現行とかっていうモデルあるじゃないですか、はい、でもここら辺の年式来るともう完成されてるじゃないですか、車が。確かに車の完成度高いですよね、うんうん、うわ、もうなんかちょっとギクシ、この速度だとギクシャクしちゃうぐらいそうそうレスポンスがいいんですけど、うん、でステアリングもこれアクティブステアリングですよね。 D でスピード表示が、はい、走りの、ね、感じがしますね、はい、50だとアクティブステアリング標準なんで、はい、車速に応じて切れ角が、はいはい、低速だといっぱい切れて、はい、高速でそれがなくなるという。てか音がすごいっす、マフラーの音が。でもそんなに嫌な感じじゃない？ああ、もちろんっすよ。存在感がマフラーの、うん、あ、高速乗ってちょうどいいかもしれないですね、足回りが。はい、今5号なんでそんなにスピード出してないですけど、うん、いや、これ何回乗ってもすごいですよね。なんか SUV 乗ってる感じしないですよ、うん、本当にセダン乗ってるみたいな、いいなって。でもこれが今の価格帯ね、お話してないですけど、まあね、今いくらっていうのちょっと値段も変わることあるかもしれないんで断定はいけませんけど、600万円台
すごくないですか、半額じゃないですか。ですよ、パンツ代入れたら半額どころの騒ぎじゃないですよ。じゃないですよね、まだこの距離浅で、はい、で手に入れられるって言ったらお買い得かも。いや、めっちゃお買い得っすよ。ちょっと中古車市場で人気あるの分かりますよね。ですよね、新車だとちょっとな。これがね、ノーマルだと、はい、やっぱちょっとね寂しい部分がある。確かにお買い得な分ちょっとこの、はい、個性的にしたい感はありますよね、うん、でもノーマルだともっと安いかもしれないですかね。でもノーマルをベースにいじってったらこの金額じゃ止まんないじゃないですか。終わんない終わんない、全然終わんないんで。 V8 のめっちゃいい音しますよ、うん、ちょっとドロドロ感ありの。もうちょっとしか運んでないけども、うん、この音いいね、いい音しますね、うん、あーでも足もうちょっと柔らかくセッティングしてもいいですね。これはいじれる楽しみもあるかな、うん、でカーベはあの上と下のダイヤルですぐ触れるんで、うんうん、ね、ちょっとあんまりそれうち試乗はお勧めはしてないんですけど、はい、最終確認のために乗っていただくっていうのは全然お勧めしてるので、乗っていただいてそこでちょっと調整納車前にしておいてっていうのだったら全然大丈夫なんで。確かに、うん、いや、いいなぁ、開けてるんですか。はい、まだ開けてるんですか。サンルーフもこれ標準ですよね、ゴーマルだと、ね、はいはい、そしてブラインドもしっかりついてて、うん、足がちょっと固めな分安定感はすごいです、うん、ちょっとじゃあいいですか、はい、4.4リッター450馬力、はい、はい、めっちゃパワーある。もう本当に SUV じゃないっす、これはいいですよ。 M6 と比べて、はい、どんな感じですか。覚えてないですね爆発力は多分、はいはい、爆発力はないと思います。そうですね、そうですね、ドカーンっていう感じじゃないですね、はい、もう全然でも十分です。でも、うん、でも X6 は SMG っていうか、まあ、あのシーケンシャルっていうか、あの パドルじゃないですか、こっちの、はい、パドルっていうかあのシストが違うので、はい、多分乗りやすさとはこっちの乗りやすいかもしれないですね。これ普通のハッソボードもですよね。そうそう、はい、確かにそれはあるかもしれないです、うん、はい、ハッソボっすよ。いや、音いいな、燃費が一応メーカー公表値でいうと 8.、うん、いくつ、うん、8.3 ぐらいかな、はい、まあ7.6でしょうね。そうですね、はい、まあ、実用域だとそのぐらいかなっていう、はい、でもだいぶ優秀じゃないですか。優秀ですよ、2トンあって4駆で、はい、4駆でこの走りする車はそれだけ走るって、はい、足だな、足ちょっと煮詰めたいですね。もうちょっとセッティングを、もうちょっと柔らかくてもいいよね。そうですね、ちょっとスパルタン、そうですね、感じがしますね。あとこれスタビもアクティブスタビライザーみたいなやつなんで、はい、でモードで結構そのロールも調整してくれるような仕組みもしっかり入ってるという。あとは今回そのブレーキパッドが低ダストの方が入ってるんで、はい、ホイールも汚れないと、はい、でちょっとこの先の微助のところでブレーキ踏みますけど、はい、結構クランツ結構低ダストのブレーキパッドもメーカーによっては、はい、こう全然効かなくなっちゃうやつもあるんですよ、多分小島さんもいろいろ乗ってるんでご存知だと思うんですけど、でクランツはその中でも結構普通に使えちゃうというか違和感なく使える。たまにびっくりするのありません？わ、全然効かないみたいな。そうそう、冷感じとかってありますよね。あるある。で割とその辺クランツはまずい工夫してるみたいで、ちゃんとダストを出なくしつつローターを攻撃しなくしつつ、まあ、効くという。そうね、まあ、絶対的なその摩擦係数的なものはやっぱり低ダストだと劣っちゃいますけどね、うん、それにしてもまあ十分じゃないかなっていう、なんでさっき、あ、そうか、はい、そうだな、なんでメーカーとかも低ダストとかって設定しないのかなと思うけど、やっぱり今止まるってことを最重視してるからって感じもね。でも最近欧州車でも低ダストオプションだったりするんですよね。あ、そうなんだ。そうっす、なんだっけな、なんかの車種ありましたよ。だから僕らの仕事がどんどんなくなってなくなっちゃう。いい音してるな。一回アクセル踏んで、はい、離した時はね、結構
ちょっと車検大丈夫ですよって言ってみたものちょっと心配になってきましたね。音量がね、はい、うん、いやでも多分大丈夫だと思いますよ。結構その加速音って言って、うん、その試験の時の音量の検査は厳しいんですよ、うんうん、なんで結構そのでもね変な話だけど AMG とかってこれ撮るのって言っても撮るのね。いやいやいや本当っすよね。スーパーカーとかもどうなってんのっていうレベルですよ、ね、だ結構その試験の時の音量チェックはすごく厳しいんですけど、うん、あの車検ってその加速音は測れないんですよね、うんうん、結局走らせるわけにいかないんで、うんうん、だ停車時のその空ぶかしの音なんで、うんうん、割とこう音量大きめでも通っちゃうというか、うん、基準がそもそもそんなに厳しくないっていう。じゃマフラー交換すると純正より静かになっちゃったっていうパターンも最近多いじゃないですか、うんうん、輸入マフラーなんかはそうでもないみたいですけど、うん、国産マフラーはもう結構そういうのも多いらしいですよね、変えたのはいいけど純正より静かになっちゃった、うん、で結局基準が厳しすぎて、うん、それに沿って作ると音がちっちゃくなっちゃうっていう、うんうん、多分このスーパースプリントはいい音しますね。あスーパースプリントってだって今回して免許取り立ての時からあるでしょ。いやありましたよ、ね、超老舗ですよ、うん、だってマフラー変えるんだったらスーパースプリントって感じだと思うね。ああ確かにそういう感じあったかもしれないです、多分そんな感じなんだもんな、ね、スーパースプリント。いやでもそのぐらいこうメジャーなマフラー、ね、そうそうそうメーカーですよ。であの X2 の音とかもそうなんですけど BM って なんでここがこうなってんのってないじゃないですか、うん、そこっすよね使いやすさ、うん、ちゃんと人間工学に基づいて設計されてるんですよ。そうですね。ああこういうとことか結構きますね、うん、でもまあ高速は僕も助手席的には全然だと思いますけど、ちょっとこうスピード出した時ぐらいに合わせてある気がします。でも家族だったり、まあ、あの硬いのに慣れてない方はちょっと煮詰めた方がいいかもしれない。そうですね、うん、これ触ってもいいですか原水。何が原水触ってもいいって今ああチュチュチュって夜るのってこれを例えば家族でご検討される方は、はい、一度家族で乗っていただいても。ああそうですね、そうですね、お父さんだけ買いに来て、はい、じゃあ買ってきたぞってなると、はい、みたいになっちゃう言われますね、かもしれないです。だ最初柔らかく納車して、うん、だんだん硬くしてくるんじゃないですか奥さんがどこで気づくかっていう。いやいやいや確か18段戻しぐらいまであるんで、うん、もう18段全開戻して。でも18段になるとさもうさ いじり始めるとさ、この先もそうだけど書いてないと覚えてないね、自分がどれだけいじってるかね。いやいや覚えてないですよ。だから結局調整するときに一回全部締め込むんですよ。締め込むでしょ、うん、で何段戻しにするかっていう、うん、自分の車やってた時もさ、もう分かんなくなったもんね。あ、調整してるんですか。やっててどれがいいのかも分かんなくなっちゃって。いやでもピタッとはまるとやばいっすよ、こういう調整できる系の足は、うんうんね、自分のこの理想とするところとその車重と、うん、そう合うとね、合うとやばいっす、うん、つい先日、うん、あの浦和店の RS3 か、あ、違う S3 っすね、うんうん、S3 をちょっとその、まあ、改装させてもらう機会があったんですよ、うんうん、まあ、動画は撮りながらっていうので、うん、で首都高乗ったんですけど、うん、それカーベー入ってて、うん、それがもう多分お客さんが煮詰めたのかどうなのかちょっと分かんないですけど、うん、めちゃくちゃいいっすよ本当に、すーげえ乗り心地いいのに、うん、ちゃんと路面に張り付いてるんですよ、これ全然踏んでけますねなんつって、うん、カメラマンと、もうだから怖くないんですよもう、うん、地面にこうビターってこう張り付いてるんで、まあ元々アウディ結構そういう感じあるじゃないですか、それがもうもっと乗り心地よくなって接地感増した感じです、まあ、すごいと思って。だからそうなんていうんだろうな、やっぱりさ純正を変えちゃうことによってすごいその純正から変えるなんてとんでもないっていうお客さんもいっぱい寝方もいらっしゃる、それももちろん正解だと思うんですけど、でも変に変えてしまってそれをうまく出せきれないのでそういう印象を持たれちゃうのが一番、ああそうですね、もったいないですね、もったいないですよね。だそういうピタッとくれるようになれば一番いいですね、うん、まあ、そこの乗り手にこう合わせられるっていうのがちょっとこの車外の醍醐味というか、うん、いいところですからね、エクステリアしかりその機能面しかり、うんうんうん、純
性が一番いいに決まってんじゃんっていうのも確かに分かるんですけどね、まあ、万人受けしますからね。そうね、うん、でもその幅を抜いた時のピタッときた感っていうのがたわらない。確かに、うん、いやもう相変わらずいい車、何の不安もないね。何の不安もないっす。あと BM は、ね、見てる方からしたらやっぱりなんか不満ないのっていやないですないかな。まあ相手今っていうのは、相手言うならもうちょっと足回りを、あ、まあそうですね、詰めた方がいいかなって感じかな。もう僕毎回言ってるんですけど、1000万超えてる車で悪い車ってないと思ってます、うん、俺。あとこれで言うとノーマルパーツが一切ありません。あ、それはちょっとマイナスポイントかもしれない、ね、マイナスポイントっていうか、まあタイヤホイールはノーマル欲しかったですね。なんで？いや、こうディーラー入庫の時とか。これでも入庫の入るでしょ。いや、もうその地域によっては、そのディーラーによってはもう社外タイヤホイールダメですよっていう。でも保証切れてるから大丈夫じゃないの？法廷で。大丈夫ですかね、うん、まあ、はみ出してるわけではないですから、うん、法廷内であれば大丈夫だと思う。で、一番 の心配はマフラーですね。あ、なるほど。もし万が一音量で引っかかっちゃった時はちょっと、もしかしたら確かに引っかかないと思いますけど、これからね、何年乗ってって音量変わったりとかする場合があるんで、まあうちであればその部品取ったりとか、まあまあそう、対策したりとか、ね、まあ、状況に合わせたりとか、うん、はい、対応できますから、はい、言っていただけます。やっぱりね、先日も私高知に納車を行きましたけど、はい、遠方の方もたくさん問い合わせいただいて、あ、納車もさせていただいてるんで、ありがたいですね。遠方で買ってもらえるってめちゃめちゃありがたくないですか。いや、ありがたいです。だって言ったら、その車の確認ってその近場だったらすぐできますけど、はい、ちょっとやっぱり遠方だとなかなか確認するのも大変だし、はいはい、そういう方に購入いただけるっていうのは、ちょっと販売する側としてはドキドキな部分もあるかもしれないですけど。いやいや、ドキドキですよ本当ドキドキですね。でもやっぱりその、まあ、こんな時期なんで、もちろん本当に気をつけて行ってますけど、はいはい、陸送屋さんだけに送る車さんたくさんあるんですよ。あ、そうなんですか。まあ、だからたまに遠方のお客様で、いや、はい、じゃあ納車行きますねなんて言うと、来てくれるんですか、はい、って言う、行かないんですかってこっちは思うんですけど、はい、結構陸送屋さんだけバーンと送っておしまいみたいなのがあるんですよ。通販みたいじゃないですか。そうそうそう。そうするとやっぱりリモートの時代ですけど、あ、対面してるとしてないともう全然違うじゃないですか。確かに。お客さんもこちらに言いやすい部分もありますし、はい、こっちもお話しやすい部分もあるんですよ。確かに。車って買っておしまいじゃないですからね。そう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 。結局その後絶対メンテナンスだったり乗り換えとかっていうのあるわけじゃないですか、はいはい、ね、最寄りの近くの整備工場さんにいるかもしれないですけど、ちょっと聞いてみたいことがあるとか、うん、そういうのあるじゃないですか。そうですね。やっぱり何を買うかとか、どこで買うかよりも誰から買うかはもう重要なんですよね。いや、まあね、そういうふうに言ってもらえるとね、買ってもらってよかったっていうのが一番いいですけど。もうちょっとソフトでいいと思うんですよ。もうちょっとソフトはおすすめですね、うん、いやでもパーあるな、さすが450馬力。あれ、でもこれ家族でいいんじゃないですかということは、いや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 、ということは、つっち、いやでもこれ結構残りません。まあまあ、あれじゃないの、 X6 って結構値段残ってる感じ、うん、そんなに、もうその、ね、もちろんその最初の額もありますよ。そんなにね、だって今500、600ぐらいで300乗っても300残るからね。ですよね、はい、だってこの F16 ってこの方で、はいはい、格安の F16 あんま見たことないですもん、はい、ね、うん、あれあれ、そう考えると年内買うっていうのがもう買い、いやでも買わないといけないんですよ。買っちゃうんで、これ家族乗れる、奥さん乗れるんじゃないの。今週末、ツッチーファミリー、いやアリーナへ、でも多分ね、はい、売れちゃいます。本当ですか。はい、あ、いや、これいいっすよ。ほっとしたいでしょ、今。いや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 、うち結構ハードルが高いんですよ、車を購入する。そうなんだ。まず駐車場が狭い。あとは、かみさんの運転が、もう結構危ないというか、まあ、運転得意じゃないんですよ。あ、今そんなに大きくないんですけど車、うん、それでも結構ぶつけたとか言ってるんで、うんうん、かろうじて人にはぶつけてないんですけど、うん、地球と戦ってるんで、たまに、うん、でまあ一応まあカメラもついてますし、うん、ギリ止められますけど、うん、
もうちょっとゆとりのある、はい、駐車場に対してもうちょっとゆとりのあるサイズの方がいいかなっていう気がします。 X4 とかの方がいいかもしれないです。 X3 とか X3 とかね、うん、そうだ残念だな いやでも結構 X6 乗ってるって言ったら結構じゃないですか。何が？いや子供いて X6 乗ってるって言ったらサラリーマンで、うん、いやでもまあそんな勢いに乗らないんだったらいい、ありだと思う、全然ありだと思いますよ。車選びってその難しくないですか。乗りたいものとやっぱり現実もあるし、みんな損したくないっていうのはこう共通認識じゃないですか。でもそんなに得はしないし損もしないんじゃないかなと思うけどね。まあ、特に BMW ってもう最初のその値段が落ち着いてるやつ買っとけば、自分に合うか合わないかでどうしてももう乗れないっていう車を未来で買っちゃうっていうのはちょっともしかしたらあるかもしれないですけどね。そしてじゃあ曲がったら ACC を使ってみますか。はい、安全装備、はい、この認識だとパーキングアシストとかそういうのはまあついてない認識になるので、はい、あれですけど、遠いな。いいよね。いいですね。本当に SUV 乗ってる感じしないんだよな。でもこの前お客さん買い取りさせていただいたお客さんのご自宅行って、はいまあ、YouTube 見てもらってるんですけど。あ、本当ですか。土いいな、いっぱい車乗れていやでもすっごくありがたいしすごくいいことなんですけど、どんどん買える車と、うん、欲しい車の差が開いてって、うん、乗れないんです。買えないんです。買えないの。いやもうちょっと本当になんかちょっと最低限ここだなっていうところがどんどん上がっていってるんですよ。あ、現実とね。そうですね。あと僕つくづく思ったのは、本当乗らないとダメっすね。あ、車ね。はい。そう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 。本当に乗らないとダメ。乗ってしびれる。僕今まで結構その車ってその見た目で選んできたんで、特に若い頃は。これ格好がいいねっていう。でも最近僕も年取ったっていうか おじさんになってきたからかもしれないんですけど。はい。ダメな車ってなくないじゃないですか。なんかいやほぼないっすよ。うちが扱ってる車のラインナップでいくと、はいはい、好きか嫌いか、そうです。合うか合わないかぐらい、ね、そうです。そうなんです。だそこはライフスタイルとかその使い勝手に合わないとダメになっちゃうんですよ。ダメになっちゃうね。うん、だその時にやっぱり損しちゃうかもしれないですね。そうですね。一回買ってじゃあもう。すぐ手放さなきゃいけないってなっちゃう、はい、でもそこを損って取る人もいらっしゃいますし、いやこの期間この車で楽しめたって方もいらっしゃいます、ね、そこはもう捉え方、価値観とかもだと思いますし、でもやっぱりなんかね車だけじゃなくてもさ、なんかちょっと損したとかさ失敗したって思っちゃうとさ気持ちの持ちようじゃないですか。車間もうちょっと冷たいと思います。これ一番詰まってる状態かな。いやいいっすね。 ACC 付きの車を所有したことないんで私は。いや僕もなんです。僕もなんです。いやだからもう会社で撮影車で乗ってるもうティグアンがめちゃめちゃ快適で、うん、名古屋とか大阪とか特に出張行くじゃないですか、うん、もう一回 ACC 付きの車乗っちゃうと新東名乗れないです本当にめちゃめちゃ快適ですもん新東名とか、快適だよね。積載とかついたら最高だよね。最高ですね、うん、まあ、でもちょっと積載でこう上級に乗るのと、うん、なんかその装備のない乗用車でこう乗るのちょっと違いません、うん、トラックの方が割と楽じゃないですか、うん、
そこで AC シリーズついてたらめちゃめちゃ楽だなと思った、うん、でもねもう新車であれなんかバックカメラ標準化でしょ。あ、そう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 ね、なんかそのうち ACC も標準化になったりするかもしれないし、あと自動ブレーキも標準ですよね、うんうん、ぶつからない時代が、いや来ますよ、本当に来ますよね、もう間もなくですよ、もう未来ですよ、うん、いいなぁ。 X6 でも本当にこのサイズ感とスタイリングと、うん、だってね後ろも広いし風も使えるし、この動画を家族に見てどう、お父さんこの乗ってる姿似合ってますよ。いいですね。ダメなとこなんすかね。え？なんかもうまったりしてない。いやだってもう ACC でもう超快適なんですもん。シートヒーター、あ、ベンチレーションちょっと欲しいなと思いました。ベンチレーションね。でもそれはもうどうにもできないですね。もう大丈夫。それ以前にデュアルゾーンの車にもう所有したことないんで。やっぱり、はい、足回りとノーマルパーツがないことぐらいかな。あ、これレーンキープで外れるとこブルブルしてくれるんですね。はい、なるほど。だハンドルのそのキープっていうかその自動運転はないですけど、はい、ビーンって教えてくれます、ね、なるほど、はい、だその安全装備っていうのはやっぱり今の先代、先代であの現行に比べたらちょっとやっぱり一歩劣る感じですね、うん、あの劣りますけど、いやでも ACC これめっちゃ頭いいですよ、うん、ACC だけついてれば別にそんなには、でもやっぱり運転を今まで自分でしてる人って今の最新の安全装備、安全性のあれってまあ正直半分以上いらないですよね。いらなくないですか。毎回僕もそう思ってたんですよ、うん、けど、うん、もうあるのに慣れちゃうと、うん、ちょっとこううんって思っちゃいます。本当に、はい、それは何の機能ですか。レーンキープ、ね、いやレーンキープはいらないです。レーンキープは結構その ACC ぐらいじゃない。いやあとブラインド、あブラインドね、あとブレーキホールド、あブレーキホールド、はい、信号回しとかでブレーキ踏むじゃないですか、一回ギュッと踏んどけば、うん、もうその後離しちゃっても大丈夫ですよ。離しちゃってもって離れても、うん、アクセル踏むまでずっと踏み続ける。例えば車をこれからご購入する人で、はい、安全装備でじゃあこれがついてなきゃ買わないよっていうのは 何します。一番重要なものですか。重要なもの、例えばいっぱいあるじゃないですか、やっぱり、ね、この車選びいろいろしていく中で、はい、あのいやいやこれはついてた方がいいですよ。ACC です。ACC。ACC。それ多分10人中8人 ACC ですね。いやでも車使い方によるかもしれないです。高速全然乗らないよっていう方だと、もう ACC って全然無駄なものになっちゃいますけど、あの僕らみたいにたまにその振動面乗りますとかっていう方だったら、もう ACC はもう一回使えばもうあってよかったと思います絶対。ただメーカーによって結構動き違うんですよね。その0キロから使えるやつとか、その低速では使えないやつとか。あとワーゲンなんかだとこれちょっと試してないんですけど、うん、結局レーダーでその距離見てるじゃないですか、うんうん、なんでそのレーダーが見失った時に、うん、あの全部使えなくなっちゃうんですよ、うん、ワーゲン、うん、で結局その、まあ、汚れたりとか、うん、まあ、あとその時のその電波の状況とかだと思うんですけど、うん、なんかそのレーダークルーズ今使用できませんって出てくるじゃないですか、うん、そうすると普通のクルーズコントロールも使えなくなっちゃうんですよ、うん、使えない使えないです。だって例えばベンツなんかサブバッテリーダメになっちゃったら全部使えなくなっちゃうんですよ。それ不便じゃないですか。それ不便じゃないですか。それ不便だ。だサブバッテリーダメだとあの ACC も使えないし全部安全装備全部使えない。だってカメラもなかった時代からクルーズコントロールはあったわけじゃないですか。だからせめてクルーズコントロールだけは使わせてくれよって思うんですけど、全部使えなくなっちゃうんですよ。そう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 、まあ、自分でまとまらなくちゃいけないのと思って。結構だから大阪行った時も雨降ってたりして、結構その ACC 使えませんの表示が出てることがあって、もうせめてクルーズコントロールだけでも使わせてくれよと思って。ああ、汚れてるから。そう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 。レーダーで見てるからね。そうです、うん、そうなんですよ。まあでも結論的に高速乗る人だったら ACC は必ずついてた方がいいかなと。
あとは別に高速乗らないよっていう方だったらブラインド、ブラインドスポット、ブラインドは本当にもうやっぱり車の形にもよるんですけど、うんうん、それ見えない、うん、あとは見えてるつもりでいたっていうのは結構あるっすね、うんうん、じゃあこれから お車ご購入をご検討されてる方、そうですね、ツッチおすすめ安全装備は、うん、まあ高年式の大体ついてますね、大体ついてますけど、まあまあ豆知識として、そうですね、はい、そこは絶対ついてたい、うん、だ結構ミニその辺なかったんで、うん、ACC もついたの F 型だし、うん、だってブラインドは未だについてないんじゃないかな、ついてない、ね、ついてないですよね、うん、ついてないですね、だ結構いろいろ乗るようになって、うん、めちゃめちゃ便利だなと思って、あとブレーキホールドはついてたらいいかなって、ね、うん、どうしてもそのリリースの時のその動きがちょっと不自然じゃないですか、うん、ガクンってなりません、うん、ちょっとその辺がもうちょっとマイルドにできたらいいかなと思います、いい車ですね、これが新車の半額以下なんて、うん、いい時代です、そういうお車を狙う、ね、そうですね、しかもいじっててかっこよくて、はい、あとドレスアップの仕方もさ、変に個性的ないじり方じゃないんで、わかりますわかります、いいですよね、あすごい色を塗っちゃったとか、うん、ちょっとちょっとオーナーさんの、そうですね、個性が強く出ちゃってるなっていうのだとちょっとあれですからね、むしろね、なんかショップが作った車っていう感じの、確かにイメージでいけるんでよろしいんじゃないですかね、あとまとまってるし手数はそんなに多くないんで、うんうんうん、例えばこの黒い真っ黒黒っていうのがちょっと、うん、と思ったら、うん、割と何ですか、費用かけないで、うんうん、イメチェンできそうじゃないですか、うんうん、そうですね、ホイール乗り換えてもいいし、うんうんうん、もしエンブレムその黒いのがちょっとって言うんだれば、うんうん、エンブレムだけ交換しても、うんうん、すぐに元に戻せるし、うんうん、まあ、テールぐらいですかね、ちょっと戻せないのは、そうですね、まあ、で今結構そのなんていうのかな、これ前言っていいのかわかんないですけど、そのある程度年式立ってるモデルって中古とかも出てるじゃないですか、あーテールとか、確かにそういうのでうまく物がいいものがあったら、なるほど、取ってもいいですよね、なるほど、染み感高いですからね、うん、そういうね、まあ、裏技でもないですけど、節約技としては、そうそうそう、ちょっとうちでやっぱそれできないですけどね、そううちはできないんで、はい、ね、やっぱりそれはちょっと、万が一の時にこうお客様に迷惑かけかねないんで、そう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 、ちょっとそのネットオークションとか中古品とかっていうのは基本的にできないですけど、うん、まあ、ご自身でなんか楽しむんであれば、うん、ちっちゃいところだね、そういうところであれば別に走行にしようないところとかあったら別にいいんじゃないかなと思いますよね、うん、いやー、いい車だ。ということで今回も土は買えません。600万円は高いっすよ。え、いや安いんですけど、僕にとったら高いです。いやでもちょっと計算してみましょうか。それ動画なしで。動画なしで。動画なしで計算してみましょう。中古相場も見つつ、あれこれが2013年からでしたっけ？そうですね。はい。ちょっと2013年ぐらいの、うん、13年14年ぐらいの相場も見つつ、はい、ちょっと距離も計算しつつ、うん、それでも意外にいけちゃうんじゃないかなと思って、うん、いやいや、いけると思う、いや、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。それじゃあ最後になりますけど、はい、買い取りいつもお話しさせていただいてるんですけど、はい、小島さんが買い取りしたい車種とかってないですか、はい、買い取りじゃないですか、しかし急にぶっ込みすぎて小島さんの口が回らないという、そうですね、まあ特にはないんですけど、やっぱり一応うちは商品、例えば距離が少なかったり年式が新しかったりとか、あとはまあいじってたりとかじゃないですかね、車種的になんかちょっと最近これが人気なんで、うん、それでよく言われるんですよ、最近何が一番売れてますかとか、何がいいですかって、ないんですよ、本当ですか、はい、結構割とこうスーパーカーなんかが割と、はい、値段がこう今、まあ、車種にもよるかもしれないですけど、うん、そんなことないと思うんですよね、はい、車種問わずってことで、車種問わずですね、はい、はい、何でもご相談いただければ、まあ、ドレスアップしてる車は特にそうですね、いただきたいと思います、はい、うち頑張れますんで、はい、ぜひお声掛けください、はい、というわけで今回は BMW X650i をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。